皆様、こんにちは。株式会社原田武雄国際戦略情報研究所代表取締役 CEO の原田武雄です。本日は私どもの研究所から毎日配信しておりますイーシア・デイリー・レポート。 こちらがその印刷したものになります。けれどもこれのですね。えー、まあ使い方えー、一体何でこういうのを毎日毎日宇宙発行しているのかとこういうのについてですね。ご説明をさせていただきたいという風うに思います。1社からはですね。様々な形で教材、これは情報リテラシーをですね。皆様方に磨いていただくための教材を出しております。ま1、あ、番あのポピュラーなのはまあ、例えばこれは最新刊ですけれども本ですね。ただまあ本はですねえー、まあ1年から半年に1回。 特にまあ一般の方々にもお分かりいただけるような形で出させていただいているものですので、ねまあ、基本的にはアクチュアリティというかまあ今動いているものとはです、ねえー、まあ必ずしも合致しない部分もあると。 というところがデ、まあ、デメリットといえばデメリリッットトとえばありますで、まあ、これと比較してです、ね、私どもは2020年までの基本的な考え方を示したもの、これが予測分析シナリオ、ネオヘイブンというのがございます。これと、あとまあ今年のです、ね、中期の1年間のです、ね、予測分析シナリオを示したものが、コントラル、スンとコンプレメンタというのが、これは1月23日にお出ししたものです。で基本的にはこれが、まあ、いわばです、ね、ベースメントとしてあって、その下にです、ね、この中期的な予測分析シナリオ、1年間を スコ場合によってはです、ね、年度の途中で、まあ、追加で,です、ね、増、えーまあ、報を出すということもありますけれども、基本的には1年に1回出すということになっております、ちなみにこ,のこれは去年のです、ねえー、ということなんですけれども、もちろんです、ね、1年に1回、こういったもので、えー、それでも1年間全体のです、ねえー、世界の証明、マーケットとそれを取り巻く国内外情勢、全体が把握できるわけもないんであって、えー、これをです、ね、さらにアップデートしております。 で申しますのはですね、こちらの,あの予測分析シナリオの中、この赤字の部分がそうなんですけれども、いろいろパらパら書いてありますが、パラメーターといって、ですね、えー、パラメーターといいますけれども、 あのどの部分をです、ねまあ、見るべきなのかということが書いてあるんですね、でこれあの単,なりです単にです、ね、これからこうなるって断言調で書いてあるわけじゃなくて、えー、これからです、ね、どの部分を見ていけばいいのかということが書いてあるわけです、でこれによって、まあ、展開動向がこう変わってくるという点について皆様方と一緒に見ていきましょうというのはこの、えー、中期的なです予測分析シナリオの趣旨なんですね。でそれを 毎月毎月アップデートしておりますのがこのイーシャマンスリーレポートです。まあ,あのこのコラムでも何度も何度もですねご紹介しておりますので、皆様方ご存知だと思いますが、このイーシャマンスリーレポートです。で、これをですねさらに毎週毎週アップデートしておりますのが、これは例えば例ですけども、CD、あるいはですねダウンロード教材でお出ししている音声教材があります。で いやまあそうは言ってもですね、あのもっと毎日毎日、いわば新聞代わりに読まれたいという方々のために、さらにですね、毎日毎日アップデートするために出しておりますのが、こちら、医者 <laughs> デイリーレポートです。えー、これあの何、何日か分か持ってきましたけれども、例えばですね、1日分ですと、これ、A4 で。 こうやってパラパラってめくってみますとですね、えー、全部で12枚ほどになっています、大体10から15ぐらいの間で出るんですけれども、えー、かなりの分量があります、でそれでですね大体どういう構成になっているのかというふうに言いますと、えー、本日のポイントということで、日本の状況について1つですね、それとあと、えー、世界の動向に関して3つ、合計で4つほど一般的な公開情報を拾ってくる形なんですけれども、それに対して、ですねなぜこれが重要なのかと。 そういうふうに申し上げるとですね、いや、そんなことを普段から自分でやってるよと思われるかもしれませんが、これはですね、我々はあの趣味で選んでるわけではなくて、先ほどあの申し上げましたけれども、こちらのですね、 周期的な予測分析シナリオ、これのパラメーターに合致する形で一体です、ね、どういうふうに動いているのかということについて毎日毎日世界で300を超えるさまざまな公開媒体からチェックして、えーまあ、いるというものなんですね。ですからあの医者の教材をです、ね、さらに深くお知りになりたいと、えー、世界の証明をしっかりです、ね、リアルタイムで追っていきたいと思われる方はです、ね、このメールマガジン形式で、えー、お送りさせていただいているです、ねえー、この医者のデイリーレポートを読みいただく とという必要があるのかなと思っておりますで特にこれを見読みいただくとです、ね、まあ、要するにあの新聞というのはまあたくさん広告も入ってますけれども、えー、その中でこれとこれとこれと、これ意外に探してくる能力はこれが情報リテラシーなわけですけれども、これを探してくるというお手間をです、ね、基本的にはかけないでパラメーターで、トゥーザポイントで分かるという点が1つ、それとあともう1つ、あの編集後期で,です、ねまあ、私自身がこれ書いてるんですけれども、例えばこれあの、 2月の21日付ですが、何書いたかというとです、ね、今、リビアで大変な騒動になっているわけですね、でリビアでやカダフィ大佐、最高指導者カダフィ氏は大変だなということで、多分一般的な報道、終わっちゃってるんだと思うんですが、例えばこのカダフィ氏がです、ね、例えばお子さん、お子さんていうまあ子どもたちがです、ね、今、一体どういう状況になって、でそれが、えー、どこかの国にとってです、ね、今後、リビアの動きというのが非常に大きな意味を持っていくんじゃないか、同じようにです、ね、独裁体制で、同じように子どもがたくさんいる国、で同じようにです、ね、西側諸国、 ととの関係でいい、えー、いろいろと問題を抱えている国一体どこなのか北朝鮮なわけです、ね、でなんでじゃあ北朝鮮とリビアが関係あるのかでリビアがです、ね、ここにきて実は普通の国として扱われていたんですね2003年以降というところはそれより前は、えーまあ、国際的なテロ国家だといううに言われていた一体なぜ突然いっ、ねえー、一旦普通の国のであるかのように扱われているのに今こういう状況になっているのかそれはどういう意味を持ってくるのか東アジアそれから日本のマーケットにとってどういった意味があるのかということについてこれはまあ非公開情報ですね。一般 基本的に公開されていない情報も含めて、えー、まあ、分析は施されている。この編集後期は結構ですね。こっから読むよっていう方が結構多いんですけれども、も、えー、というのが1社のデイリーレポートのですね。まあ、全体の構成になっております。で、この1社のデイリーレポートはですね、えー、全部で2種類ありますえ。1つはあのスタンダード版ですね。こちらのスタンダード版なんですけれども、も、えー、これは平日毎日配信しておりまして、要するにまあ週5日間ですね、えー、世界と日本における、ね、マーケットとそれを取り巻く情勢。国内 財情勢についてですね。えー、まあ毎日毎日これは午後にですね、Go1、えー、で配信させていただくという有料メールマガジンです。で、まああの全体として、えー、まあさまざまなパターンがありますけども、4週間でですね、基本的なパッケージですけども、4週間でこちら税込みで2万8000いただいております。他にですね、12週間それから24週間のパッケージ、さらには法人向けのパッケージもあります、えー。ちょっとこれ毎日毎日来るのしんどいなと、こそこまで暇じゃないよと思われる方をですね、まずおた 試しでライト版を取られるのがいいいいんじゃないかなかと思います。ライト版は月曜日、水曜日、金曜日週3回の配信になります。で、スタンダード版内容をポイントを押さえながらです、ね、よりコンパクトにま,まとめた同じような、えー、有料メールマガジンになります。えー、で、まあ、若干です、ね、ここに書いてあるその情報の量が少なく、分析の量が少なくなりますけれども、その分お値段はお,お求めやすくなっておりまして、税込みで4週間が1万500円になっています。えー、他に週週間、24週間ののパッケージ、それから法人のパッケージ パッケージもあります。まあ、いずれにいたしましてもです、ね、私ども情報リタラシーのブラッシュアップのためには何が必要なのか、えー、それはですね大きな 枠組みですね、えー、木を見て森を見ない、えー、というふうによく言いますけれども、森を見て木なんか見る必要ありませんよと、まあ、これは基本なんですけども、そうは言っても、ですね、えー、足元に大きな石があるのに、まあ、その先ばっかり見ても結まずいちゃいますので、その足元にあるものというのもしっかり、じゃあ、どの部分を見ていけばちゃんと歩いていけるのかということをですね皆様方にお手伝いしているのが、この医師やデイリーレポートでありまして、これは極めて、えーまあ、ユニークな教材ではないかなというふうに思います。で特にですね あのどうしても、まあえー、ざっくりざっくりこうだけ把握されていると、まあ、ふっと気づくと、なんか全然違う状況になっているじゃないかということがあるんだと思うんですね。であのこれですね医者のデレポートあるいは、まあ ゲマシャフですね原田家をゲマンシャフトで会員制サービスがありますけれども、その合同会員の皆様方には、ですねこれ、毎日毎日配信してるんですが、えー、毎日毎日、ですねまずはまあシャワーでも浴びるような感じで、皆様方はあの、お風呂に入らないというないと思うんですけれども、シャワー浴びるような気持ちでこれをざーっと読んでいただくと、まあ、最初はですね編集後期だけでもいいんですけれども、それだけ読んでいただくと、ですね大きな図がかえって見えてくるんですね、毎日毎日見ることによって、実は大きな図が見えてくると、そうなるとご自身でこう判断できるになってくるというところが、非常に情報リテラシーの世界は、 ま面白いなというふうに思います。あのかつてですね私が読んだ非常に面白い小説の一つにあの石田一郎さんという有名な作家さんの波の上の魔術師という有名な小説があります。これはあの、えー、まあ不良少年がですね、えー、ま歴史的な 相場市に、えー、たまたま出会ってそれで、えー、だん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 こうマーケットを覚えていくっていういう面白い物語なんですけどもその中でまずその伝説の相場市はな、ね、んていうかというとお前、そんなったらまず何でもいいから1名柄、ね、見つけてで毎日毎日その株価終わり値をつけていくとそれでグラフにしていくとある段階で何か見えてくるから手に書いてあるなじじいがやっての本当かよっていうふうに言うんですけども実際そうだって書いてあるんですねそれと全く同じだと思います、まあ、要するにあの世界のです、ね、動向について定点観測をです、ね、毎日毎日していく、まあ、それのお助けをお助け をさせていただくためのです、ね、教材であるということで、まあ、単にです、ね、マーケット、えー、金融マーケットだけではなくて、まあ、例えば事業戦略の観点からあるいはまあ一般教養のレベルであってもです、ね、今、非常に不安定な世の中ですので、まあ、たくさんの媒体を読むよりも、えー、この我々の予測分析シナリオののっとった形ではありますけれども、えー、じゃあそのパラメーター世界の感度これはどうなっているのかということをです、ね、端的にお知りになられた方はぜひともです、ね、私どものこの「1社デイリーレポート」をお役立ていただければなというふうに思っております。 あの申し込みはです、ね、随時、私どもの1社公式ホームページからできますので、ぜひともです、ね、この動画をご覧になった後,後です、ね、この公式ホームページのこの1社デイリーレポートのところをさらに詳しい説明に載っておりますので、ご覧いただいてお求めいただければなというふうに思っております。本日は一社デイリーーレポートのごご案内ででざいました以上原でしたた以上原田